こんにちは。こんにちは。はい、よかったらお名前どうぞ。渋川チワワです。はい、今日は、ビッグマウスのライブイベントでございますが、はい、はい、ビッグマウスによく出てるんですね。そうですね、ちょくちょく出させていただいてます。はい、どれぐらいの歴でございますか。そうですね、もうちょっと10年になるかな。ああ、長いですね。はい、はい、ということで今日は18周年イベントでございまして、はい、何かビッグマウスについてコメントとか。いや、本当にもう不思議な縁で、はい、僕の友達づてで不意にビッグマウス、僕らは放課後ビッグマウスって呼んでるんですけど、はい、ライブが終わった後のビッグマウスで歌わさせていただいてから。そうですね、今日 MC で言ってましたけども。そうそう、ライブお客さんだったんですか、初め。そう、最初お客さんだった。あ、なるほどね。そうで、出てみればって話、出るようになって。あ、なるほどね。はい、本当にそこからの付き合いでかれこれ10年、もう本当にこれからもね、ビッグマウスさんが本当にますます反映していく、僕も少しでも力になれればと思って本日も頑張ります。はい、はい、というわけで今日はライブ頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ります、はい、ありがとうございます。昔の彼女に言われた、あ、あなたじゃなかったみたいって風の噂で聞いたよ。あの子も結婚して幸せらしいけど、結婚相手はアフリカ人、そりゃ僕じゃないです。Thank you.
ますよ、欅ホール、イエーイ、スーパーヒーロー、やパスワード、もう少しで溶けそうなのに、未完成のまま投げ出してる、可能性や未来なんて自分で決めつけんなって、どれが運命でまだわからない、構えろ、見せつけるぞ、ファイティーボーズ、スーパーヒーローに全力でなるんだ、世界は開いて澄み渡って、僕らを待ってる優しい心と笑顔で飛び出して、打ち破るんだその壁を打ち抜いて、 Yeah 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 yeah、 諦めたら終わり、誰だって乗り越えられるんだ、スーパーヒーローに明日に渡れるから、世界を変える一撃を見舞いしてやるんだ、信じる力と勇気で駆け出して追いかけるんだその光を、この胸
改めまして、こんにちは、渋川チワワです。本日は、ビッグマス18周年アニバーサリーアコースティックフェスということで、本当に皆様お越しいただきありがとうございます。そしてビッグマスさん、18周年おめでとうございます。18周年ですよ、皆さん覚えてますか？18年前のこと。18年前に生まれていなかった人いますか？本当にすごいですよね、2000年ってことですごく分かりやすいですけど、2018年で18年前ちょっとね、何があったかってことを少し調べてきたんですけど、シドニーオリンピックでしたね。高橋なんかキュウちゃんが金メダル取って、あとは谷亮子さんが柔道でメダル取って、最高でも金、最低でも金って言って、ポカンとしてる人は多分生まれてなかった人たちです、ね、それか若干記憶がまだ定着しない感じの人たち。そう、18周年、そう、イチローがメジャーリーグでプレーをし始めたのが18年前。ちょうど昨日ね、すごいニュースになってましたけど、もうイチローに勝ちましたよ、できます。なかなかないですよ、イチローに勝つってことはね。あの人ずっと長いことやってるからね、本当に。いや、本当にすごいなと思います。僕も18年前はですね、野球やってました。本当にだから一番のこと言いましたけども、はい、本当に皆さん今日はですね、長丁場なんですけれども、本当に皆様体調を許す限り、心が許す限り、時間が許す限り楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。そんなわけで、なんかこうビッグマウスさんとも不思議な縁でね、さっき言ってましたけども、吉田山田っていうアーティストがビッグマウスに出てて、僕は友達だったからそれを見に来て、そしたらこのね、ビッグマウスのオーナーの人にちょっと歌ってみないよって言って、歌ったらじゃあやろうみたいな感じになって、ビッグマウスに出るようになって、そんな不思議な縁があるライブハウスなんですけれども、次の曲は赤い糸という曲で、なんだろう、まあ縁ではないですけども、ちょっとそういった感じの曲を聴いていただきます。赤い糸。Thank you.
笑おう。 I need you なんて
優しさだけじゃ足りなかった。だから今は少しだけ強く、僕が言いたいのは難しくはないから、あなたのその言葉が欲しいんだよ。つけてますね。つけてなかったらちょっとは潜りですけどね。このリストバンドがあれば、あの途中退出も大丈夫ですので、あの帰ってきていただいても大丈夫ですので、もう本当に僕今日多分最初からほぼ最初の方から出てるので、最後までいたよって人いたら熱い握手をしに行きたいと思います。よろしく。そんなわけで、ちょっと夏の歌最後、涙、言葉だけ
かい。2車線国道をカラチを消してひたすら西へ西へ、汗ばんだシャツへばりつく前髪、思い切り顔しかめ君のせいにする。 You know そんなの問題じゃない。 I don't know ゴールはどこだ、どんでん返しはないか、腹立つほど縛り付けられてんだ。だってどんな綺麗な目の前の景色も無言でスピードに飲み込まれてりゃ味気ない。夕凪が舞う午後の風景に過去や未来や今の自分を重ね合わせ、ハンドルを切る右か左か、そういえば君の家はどっちだっけな。 You don't know こんなの問題じゃない。 I know ゴールは決まってんだ、どんでん返
ルをどんなに踏み込んだって離れやしないんだ。そしてその気なら僕もなんか好きで、独り言みたいに口ずさんでりゃ意味がない。さあ皆さん一緒に歌いましょうぞ。いや僕の後に続いて声を出してみようじゃないか。ワン、ツー、スリー、フォー。どうしてまだいけるね。どうしてなんでだって、どうしてもうちょっといってみようか。どうしてなんでだって、どうしてもうまだまだまだ。どうしてなんでだって、どうしてもう、yeah、うちの方が声が出てる。でもこっちの方が人が多い。どういうことか。そんなわけで左右分けてみましょう。まずこっちから1、2、3、4。どうしてなんでだって、どうしてもう一回。どうしてなんでだって、どうしてもう、ありがとう。聞いたか、翔太君。こっちの方が人が多いんだよ。こういうことはこういうことだよ。行ってみよう。行きます。そしたら今度は皆さんがリードしてください。僕がついていきます。いきますよ。君のこと忘れられない、こんがらがってどうしても言うぞ。君のこと忘れられない、こんがらがってどうしてももっと来い。君のこと忘れられない、こんがらがってどうしてもうろっと。君のこと忘れられない。させて、そしてどうしても僕は君を思い出すよ。目には見えない大きな力で縛り付けられてんだ。だってどんな綺麗な目の前の景色も無言でスピードに飲み込まれてりゃ味気ない、意味がない、ドライ味気ない、意味がない。Yeah.
ですね、残すところ僕の曲もあと2曲なんですけれども、あの本当にあの18周年、僕は何周年ぐらいかな、もうビッグマザーで始めてもうちょっとで10年ぐらいになるのかな、あの少しでもあのビッグマザーの歴史にあの参加できているということをすごくありがたいなと思ってます。とてもいいライブハウスでですね、皆さんももしよかったらあの下北沢ビッグマウスっていうのを今だったらすごく簡単に調べられるので、あの見ていただいて、あのあチワワやってるなと思ったらちょっと行ってみようかなと思って来てください。あの予約とかもそんなにいらなくて来ていただいて、あのそのまますごくご飯もね美味しかったりとか、お酒も美味しかったり、あの夕飯ついでにあの音楽聴いて楽しくなってもらえる場所だと思ってますので、今後ともよろしくお願いいたします。次の曲、ペンと紙という曲ですね。僕のおじいさんのことを書いた曲です。聴いてください。偽りなく
次の曲で最後の曲です。このイベントはまだまだ本日は長丁場で楽しく続いていきます。本当に素晴らしいアーティストがこの後続いておりますので、ぜひぜひお時間の許す限り見ていって楽しんでいていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。ぜひぜひ渋川チアは初めて見た人、これからも応援したいぞという人、ぜひぜひこれからも応援よろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。最後の曲、この曲をね、ビッグマウスの初めて行った日にライブが全部終わった後にちょっと歌ってみろよって言われて歌った曲で、出るきっかけになった曲で本日は終わりにしたいと思います。やわらかな風。なりたい、あなたがそ
本日もありがとうございました。渋川千代でした。この後も楽しんでいってください。